今までは結構モンスターをいろんな形で制御していくっていうのがモンスターハンターの方ではワールドの方ではまあテーマとしてアクション作ってたんですけども、はい、まあその モンスターを向いている方向にぶっ飛ばすアクションになっています。こういうのを利用することで、まあ、落とし穴に、そうですね、はい、落としたりとか、はい、壁にぶつけたりとか、そうですね、はい、そういったことで、まあ、モンスターに大きな隙を生んでいくことができます。